ちは、あ、こんにちは、ゆうきです。今回ですね、覚えておいて損のない振り付けということで、今回ツイストという動きの説明をさせていただきます。この動きなんですけれども、ジェネレーションズとか、やっぱりそっちエグザイル系のダンスでよく見られる振りですね。あとは、平成ジャンプでも出たんじゃないかなという感じです。なので、もしよかったら覚えてみてください。ではどうぞ。はい、ツイストと呼ばれる動きになります。で、これはものによってはですね、また違う呼び名になったりするんですよ。とりあえずツイストでここは統一したいと思います。まあデモでやったんですけど、こういう動きですね。こういう動きになります。はい、これを一体どうやっとるんやというと、まず、じゃあ左足からいきますかね。左足をまず蹴ります。はい、そして今度この出てる足を右足と入れ替えます。よいしょ。そしてこの右足をですね、このまま90度横に持っていきます。よいしょ。はい。で、コツとしては、この時点でもうすでにコツなんですけど、腰ごと横に、腰ごと回してあげる。これが足だけこうならない、足だけここに置かないように蹴って入れ替えて腰ごとです。で、今度この右足ですね、右足を回していきます。元の位置に戻そうとして蹴ります。はい、で、今度左足と入れ替えて、今度この左足をこっち側に入れ込みます。で、この時も腰をちゃんとクッと回してあげてください。はい、で、一つ注意なんですが、体ごとですね、横を向かない、体だけは前を向いてください。そして左足を戻して蹴ってドンドン、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 蹴ってドンドンっていう感じになります。ちょっと早すぎてわけわかんねえよっていう人も、ね、いると思うんですけれども、基本は最初にやったこの蹴ってドン、これです。今すげえ大げさにやりましたけど、こんなんで全然いいです、最初は。で、今僕はですね、最後深く足をこういう状態でやったんですが、これはダンス、振り付けによってはですね、この今の動きが足が伸びたままこうされることがあるんですね。これは結構ジェネレーションズとかそっち方面に多いんですけれども、これは基本は同じです。さっきやったキックピョンしてトン、まあコツとコツというか、その違いとしては、僕が最初にやったのはこのこっちの足、こっちの足が地面についてるんですけど、そのスピード重心の方がですね、スピード重心足ピンの方はですね、ついてない。ここにあるサッカーボールをこの足で蹴るイメージですね。あの腰を入れるというよりは、足がついてない。ここが、あ、ミスった。はい、こんな感じです。まあこっちの方が動きが軽やかで軽快に見えるバージョンとでもしておきましょうかね。で、まあこのツイストを覚えるとですね、いろいろまあ応用というか、まあ、損はないと思います。今やったこの動きの他に、こう方向を変えたり、ちょっと2回やってみたり、今日はなんかちょっとねじってみたりとか、いろいろ応用が効くので、まあ、ツイストをぜひ覚えてみてください。ご視聴ありがとうございました。はい、この動画ではですね、ダンスをテーマにした動画、あるいは全然関係ない動画とかいろいろアップしていく予定ですので、もしよろしかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。で、まあ、あとはですね、こんな動画を撮ってほしいとか、あと、まあ、単純に動画の感想などありましたら Twitter までお知らせください。そして少しでも、お、なかなかこの動画、このチャンネルいいんじゃないって思った人はですね、シェアしてください。小鳥さんのあれでシェアしてください。はい、以上になります。本当に今日ご視聴ありがとうございました。